んが4ポイントずつの同点。すごい、いい勝負で、うららちゃんが今2ポイントか。はい、すいませんね言わないんですか、申し訳ない逆転ってやるいや、逆転全然あると思う。あと2問。そうか、3取れば、3取ればよし、可能性はあるということで。可能性はあるんですけど、デイジヒー諦められた、期待してない感がすごいじゃんでも頑張るぜ気合入ってる、頑張る、気合は一番入ってる本当にマッサージ機もらえた、欲しい欲しい、もう言うのが肩こって大変本当に欲しい、あげたいんですよ、あげたい、うん、本当に頑張る。じゃあ行きますよ。頑張る。はい。まずはヒント1。はい。さあ、ヒント1は1チョールグトル中打式。早押しスタート。1チョールグトル。はい。中打式。中打式。ヒントなんですけども、この方の名言ですね。はい、もう なんか名言ですねって言った瞬間に萌子ちゃんが、はい、じゃあ答えを、ああ違いますよかった、なんとなく意味さんまさんではございません、あ、違うの、あ、そうよね、もうかぶったかぶったさんまさんかと思いました、なんとなく意味はわかるけど、もう逆転目指さないといけないですから、うどんちゃんはもうとにかく書かないといけないそういう状況です、当たってくれてる、はい、あ、すごい、どんちゃん、ちょっとあの若い人ではないんですけど、はい、これかなと思って、いきます、見てないですけど見てない、せめて見て、せめて見て、違う、間三つをなんだ、わかりません、なるほど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 、なんか名言、はいはいはい、方がさ、ね、人間だものの人でしょこんな感じかなと思って、なるほど、でも、はい、うん、これ多分意味は分かってますよね、うどんちゃんはね、あれすごい、手出し器、はい、手出し器が分かったら自分たちも分かりそう、うん、いやどうかな、それはもう言ってしまったらそこまでなんだな、うん、なんだろう、生きがやしがや、生きが、生きが、生きが、うん、なんでがや、わかんない、何もわかんないのに、モノマネされてるのかもわかんないの、じゃあヒント2いきます、はい、早速いきますか、いきますよ、はい、じゃあ2問、ヒント2、萌子ちゃんが進んでます、はい、合ってますよね、違うんですか、残念、ヒールからずチルチルですよ、美輪明宏さんではございます、あー、なるほど、なるほど、いいな、いい問題だな、これヒールからずチルチル、エイキンチュウシガヤ、エイキンチュウ、エイキンチュウ、あ、やばい、やばい、やばい、今はね、うどんちゃんに、うん、ちょっと犬が呼吸、犬が呼吸、うどんちゃん G がちょっと早かったんですけど、興奮して、はい、早っ、誰が
一緒ね。リューチェルとはございます。あ、でも思った。思った。いいね。ヒント3行きましょうか。はい。はい、じゃあこちらをご覧ください。シケルラータンカイヤターキンビキタンワート。なんだっけ、なんだっけ。待って待って待って、名前。シケルナータンカイヤターチの息がワートワアランチュ。待って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 。あ、じゃあ違うね。チャラ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 。せない。はい、じゃあはい、じゃあヒントからいきましょう。はい。あ、ごめん。これです。なんだよ。え？なんだよ。名前が。物まねしたかっただけだ。なんだっけ名前が。はい、じゃあ名前さんまで行こうかな。はい。ごめんなさい、あまりにしまって。え、これうどんちゃん当てたのすごいね。うん。待って待って。ね、うん、わかるわかるんだけど。名前が出てこないんですよ。マッシラハソンや。は？アンサーにキブシグワや本物のキブシグワアランコルトえぇ、デンシロキブシグワウチョンやアンサーにえ、なんだっけ、違うシケルナーカンカイやタージのイエンやりたいだ、フィアッシュワートワアランジンパラパラパラ最高だね。はい、わかりないですか？待って待って最初の一文字。はい、じゃあ大ヒント、これヒント3、はい、試験なあかんかいやタッチの、あ、息がくっていか、やばすぎてじゃあわからないかな、わからない。はい、じゃあ分からないということで、俺はもうこの格好ちょっと厳しくなってきたんで。誰？おさらいいきましょうね。はい。一丁ルグトゥルチュダシキ。これは生きてるだけで社会奉仕。社会奉仕？この方が言う名ゼルグですね。チュダシキが社会奉仕。はい。美しい方。チュダシキというのは。人助け、あ、生きてるだけで人助けの意味ですね。なので社会奉仕、うちの悪人会ねえらせや、安心事を主打式、人助けね、純粋仕事。はい、そしてヒント2、こちらキールからでチュルチュルこれもまんまですよ、うん、キールからでいいですね。これわかりますか、はい、キールからで、うどんちゃん、黄色い髪、はい、チュルチュル、チュルチュル、はい、そうです。そして、こちらシケルナーカンカイヤタチヌイヒガヒカアランワートワアランチュ。世の中には歌いの男だけではない、僕と僕じゃない、これが名ゼリフですね。すごい、はい、ここまで来て萌子ちゃんはわかりました。わかった、わかりました。なるほどなるほど、これいいですか。はい、じゃあいいですよ。これはもうわかりました、はい、分かったんですけど、どんちゃんさん。すごいね。すごい。すごい。すごい。平均値まで。すごい。すごいでしょ。平均値は金持ちっていう意味ですね。すごい。平均値。分からんっていうのがびっくり。平均値。マウント取られました。上から見るだけ。当たり前って。平均値って知ってるって思ってたんですか。思ってた。いやいやいや、知らんすよ。絶対知らないです。うん、萌子ちゃんポイントならないですからね。ならないですか、今から。もったいないな。あ、もったいない。で、今の現状はどうですかね。萌子ちゃんが4ポイント、キートが5ポイントになりますか。5ポイント、そしてうどんちゃん2ポイント、うららちゃん2ポイント。いい勝負、いい勝負ですね。いい勝負。次までわからないですね。わー、答えが、すみません、答えがわからない。名前が出てこれはあの編集終わったって動画で。ちょっとちょっとちょっと。ここまで言ってもわからなかったか。わからんかった。じゃあ正解はですね、ローランド。ローランドだ。はい。ローランドだ。
そう、これ誰かとコラボしてたんだよ、YouTube で。おお。そう見て、見てたわけ。あ、そうなんですよ。そう。すごい。ガクトとだ。あー、ガクトが出てこなかった今。でもすごいっすね。すごい。これ動画でも見てたんですね。YouTube 朝から晩まで。すごい。星野源全然わからなかった。どうだよ。踊ろう、うちで踊ろうは見てなかったんだ。言うじゃない。ローランド見てる。はい、ということで大接戦となりました。次の問題が、はい、最終問題となります。頑張ろう、ね、うん、その最終問題は次回の動画でという。はい。と安心、この動画がゆたさんでちゅうむれ、チャンネル登録、アンサーに高評価ボタン、ゆたさんのグッズ、うにげー、さびら、と一味と、せーの、したいかー